はい、皆さんおはようございます。ですね、ここはマレーシアのクアラルンプール空港の中でございます。めっちゃ広いここね。で、ここはターミナル2っていうところなんだけど、そのターミナル1もあって、この空港内をちょっとご紹介したいなというところで、今朝の5時前ぐらいだかな、5時前。この中には、ね、たくさんラウンジがあって、その中でもこうシャワーが浴びれるラウンジもあるので、そこにちょっと今から行ってみようかな。でラウンジに入るにはこのプライオリティカードっていう、これがないと基本入れないんだけど、それがなくても、まあ、お金払えば全然入れる。で、マクドナルドの近所にあるラウンジっていうことなんで、多分どれかプレミアムラウンジ、これだ、これはホテルラウンジパスだかな、ウェルネススパちゃうね、これか、これや、ザプレミアム、このウェルネススパのところが、プライオリティで入れるプラザプレミアムラウンジということで、ここにはなんかシャワーがあるって聞いたので入ります。 OK、プレミアムラウンジシャワーあります。こんな感じやね。ちょっともう少しあるか、スーッて感じ。トイレとシャワーとタブラシとマスターに出してもらって、台とかあったらいいんですね。もうちょっと広くて、もうちょっとやりやすかったらいいんだけど、まあ、こんな感じ、まあ十分じゃ十分かな。まあ今からちょっとシャワー浴びます。お声いただきました。超微妙。でもまあこういうのしっかり出てよかったです。まあ、あれやね、出国してすぐやから、まあ、こんな感じなんだけど、多分帰りしな。部屋に入ったら大変ありがたいというか、よく出てます、はい。じゃあ中のラウンジ行ってみましょうか。こんな感じで、カフェがここはマッサージまで。ここ何回か食べるな。こんな感じで多分ね、もう一個のところの方が全然いいのがあるんちゃうかな。あ、持って帰ったらお金がかかると思う。ここで飲んだら行けません。はい、こんな感じで通やな。もう一個のダウンに行ってみます。次のメッコのラウンジに行きますか。ここがね、フードコートになってて、マクドナルドとかバーガーキングとか、あ、違うんじゃないかな。ここから移動は早送りになるのかな。早送りやっちゃって、これやな。バーガーキングラウンジ1軒目来ましたよ。L8 のゲートのとこやな。こんなとこ、ここにはこのカードとカードと搭乗チケット、はい、中入ってきました。こちら中にオーダー制です。迷うだけわかる。何食べる？朝ごはん。Hello. Can I have a spaghetti? This one. This one. Spaghetti, please. Spaghetti, please. Where?
しいところでいいか。ジャパンちょっと狭い。日本の生ビール。Then can I have a pass on?下に、なんかデザート、うん、メロンスイカ、あ、いただきました。Thank you。 はい、じゃあ、お母さんです。朝5時ビールの方で夜中では、ラウンジレポート終わります。